こんにちは、野村歯科院長野村明人です。どうぞ最後まで動画をご覧ください。平日は朝9時より昼12時半、午後は2時半より8時までです。土曜は朝9時より1時まで診療しています。患者さんの不安を少しでも減らして安心して診療を受けられるよう常に笑顔を心がけております。野村歯科は地域密着でとてもアットホームな歯科医院です。患者さんに使う器具は滅菌消毒をし、安心して通っていただけるよう心がけています。一人一人の患者さんのすべてが自分の家族のように接しています。院長先生は丁寧で納得のいく説明を必ずします。治療も痛みがなく早く正確に済みますので、大変カリスマ性があり人気のある先生だと思います。野村歯科は予防中心の歯科医院で10年以上通院されている方が多いのが特色です。今予防で通院している大学生の方が3歳から通われている人も多くいます。どうすれば自分の歯を長く使うことができるかを患者さんと一緒になって考えております。治療の説明も丁寧にしてもらって痛みもなく安心して先生にお任せできます。スタッフの皆さんもとても優しく丁寧にしてくれます。野村歯科はあなたのお口の中の健康を通じ一生涯の力強いサポーターになれる歯科医院です。当院は、JR 学研都市線忍ヶ丘駅駅前の歯科医院で、平日は夜の8時まで診療しております。自費のかぶせ物をする時も1週間以上必ずカジノ歯で、様子を見てもらい違和感がなくなってから治療しますので安心してご来院ください。当院の理念は良心と愛に基づいた全ての人々に幸せを医療を通じて実践をしていくことであります。そのために常に最新の医療機器を導入し患者さんに安心安全の治療を提供しております。またスタッフには新しい知識を得るためにスタッフ研修に力を入れております。私たちは市場のあて寝屋川周辺の患者様に満足していただける治療を提供しております。この動画をご覧のあなたへ、受付で動画を見たと言ってください。野村歯科おすすめの歯ブラシをプレゼントいたします。野村歯科へのご来院、お待ちしてます。